お母さん。お母さん。これ自分の。このリリーさんもお分かりです。テキーラ3倍。あ、すごい。めっちゃ弱いっすやん、さっき。あ、寝ちゃった。しっかり寝るんかい。知らん間に起きてきた。リリーさんお疲れ様です。お疲れ様です。終わりましたんで、行きます。はい。見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなに嬉しい。こんな感じです。全然痛くない。綺麗。傷ない。すごい。ほんまに上がりましたね、でもね。はい。で、顎下もっとピタッてしてくるんで、ね、もっといいと思う。また1ヶ月後に。はい。はい、お願いします。はい、そして術後1ヶ月が経ちました。いかがでしょうか。めちゃくちゃ自然なのに、スレッドリフトのおかげで確実にたるみが消えて、輪郭がもう10年前ぐらいまで若返ったと思います。そして特に横顔は変化が分かりやすいですよね。二重顎もなくなってるし、ほんのちょっと顎ヒアル入れたおかげで顔全体のバランスもめっちゃ良くなったと思います。久しぶりです。どうでした？みんなにね、はい、バレました。それが全然バレないです。いい意味でバレず、すごいなと思いました。3本、4本入れただけで、え、そんなに変わんねやっていうぐらい。そうなんですよ。いい糸っていうのは、少ない本数でいっぱい上がるのがいいじゃないですか。少ない数でやるっていうのが、まあ、腕ですよね。それはね、いっぱい入れたらそんなにできない、当たり前やんっていうのも。本当にすごいです。どうやったら伝わんやろって思ってた。泣いてませんでした。泣いてました。僕びっくりした。麻酔してると感情がもろに出るんですよね。だからあれ本当に自然な涙で、私も後からその V 見させてもらって号泣でしたね。結構泣いてる。しかも泣いてる時間長いな。ずっとコンプレックスだったんですよ。みんなやっぱり口に出して普段言うことないと思うんです、自分のコンプレックス。わざわざでもそれが解消された時の喜びって半端ないし、まあ、いろんな方法を試してきたんですよ。それは効果あるんですけど、まあ、期間が限られて、まあ、短いじゃないですか。もうこんなに頑張ったらこんなに綺麗にやれて、しかもこれが続くんやって思ったら、もう嬉しくなりました。すっごい実感あります。このラインもそうですし、まあ、全部糸やらんなと思ってます。もうだってファンデーションの減りも少なくなるんちゃうって思うぐらいの、大げさに聞こえるかもしれないですけど、体感それぐらい変わってて、顎のヒアルに関してはここは言ったら造形してるわけじゃないですか。自然すぎて誰も気づかない。だから安心してちょっとしたヒアルとかも楽しんでみていいんじゃないかなって思いました。顎下は肩から取られた時、不意打ちの斜めの二重顎がなくなったっていうのがすごい分かるポイントなんですけど、ここピタッてしてるんですよ、ね、ここの輪郭が男の人みたいなピタッてする感じですよ。突っ張りみたいなのどうですか。今はなんか触るとここら辺はほんの少し違和感、こういうちょっと硬いのは硬縮って言って、こういうのお風呂とかでね、こうあったかいとこ押したりとか、はい、まあつまんでこうプチプチプチってやってもらったら、はい、結構柔らかくなってきます。その顎がそのヒアル入れたでもわからないし、でもさ見えるっていうか、はい、そのより美人度が増す感じ。うわー嬉しい。これ絶対私の動画で使うか、この動画くださいね。ほんまに良かったです。まあ手術する前めっちゃ怖かったけど、やってみたら痛くもないし、もう一個捨てつけた。今まで髪短かったんですよ、ビフォーの時の長さやったんですけど、顔が丸いのがコンプレックスで、すごい下を空いてたんです。だから顎がシュッてしたら、ここの隙間が多すぎてすっかすかに見えたんですよ。今まで丸顔に合わせてこう襟付きのとこも多かったんです。視線を散らすために。女子で言ったらピアスも変わるから、今まで長いピアスで揺れるようにしてたんですよ。でももう今いけるから、ちっちゃいピアスをポンってつける、コンプレックスを解消するためのファッションとかを頑張ってた方は、そんな気にせずにしたかったファッションとかアクセサリーを楽しめるようになります。もう1週間も経てばすごく楽になってて、で糸リフトの方はほぼほぼすぐいい感じで、痛みもそんななく突っ張り感はあったんですけど、それレベルでした。で脂肪吸引したところは痛みは1週間ぐらいはあったんですけど、でも全然まあ我慢できるレベルで、で黄身も
私の場合は1週間ぐらいでほとんど消えました。首が黄色くても周りから指摘はされなかったし、他の人と喋ってても視線がそっちに行くっていうものを感じないぐらい、傍から見たらそんなになのかなって思う部分でした。だった今はそんなに自分自身も周りから見ても大きな変化ってそこまでなかったんじゃないかなっていうふうに思いました。本当にもうこんなんだったら早く受けりゃよかったって。あとここ、ちょっぱいみたいな感じ、へこみがあったんですよ、こことかここに、はい、で、それもすっごいやっぱり一人で家にいると不安になるんですよね。結構ってなったらやっぱりまず検索しちゃうんですけど、でもやっぱり LINE したらすぐに返信くださるので、そのアフターケアもすっごく嬉しかったです。ダウンタイム中にみんなネットとか見ると、はい、間違ったことと怖いこととかもあるんですが、はい、私がそういう感覚ですっごい不安になるし、はい、だからそういうのは一応あるうちに今連絡とかもないとか見せてもらったら、まあ、はい、ね、どうしても嫌になっちゃうもんね、はい、初めてのことは、言うとこうと思って、みんなだから検索したらほんまにマイナスとか出てこへん、マイナス9割、プラス1割とかね。そうですね、だからそういう時はやっぱりプロに聞いて安心するっていうのがメンタル的にもめっちゃいいでっていうのをほんまに伝えております。私も実際一番不安だったので、でも、もう見ての通り、先生がおっしゃる通りすごい綺麗になって、何も気にすることもなく、はい、いい感じに。ありがとうございます。ました、ありがとうございます。大成功です。もう本当に大成功、大成功、大成功。やっぱり言うね。伝えたい、本当に。ありがとうございます。なんか、肌から見たらそんなに気にすることじゃないんじゃないって思うことも、やっぱりそれぞれと本人はすごいコンプレックスだったり悩んでたりっていうことがみんなきっとあると思うんですけど、勇気を出してこうやって精通受けてみるのってすごい大事だし、どうせ同じ人生過ごすなら楽しく過ごした方がいいなって改めて今回の経験を踏んで思いました。なんか見た目が変わると性格が明るくなるってよくね、あ、前やなって気になれていいことしかないなと思いました。悩んでる皆さんはぜひ実際体験してこのハッピーな感覚を手に入れてほしいなって思いました。子供に言われました。あ、可愛いってですか。それが初めて言われた。男の子です。男の子です。何歳？はい、男の子はすぐママ可愛いとか、はい、すぐ言うから言うんですよね。男の子はママのこと好きやなって言うって当たり前ですって思ってたんですよ。周りのママをみんな言ってたんですよ。ママ好き、ママの結婚したいって言われなかったし、今まで。え、それは問題やねって、逆の問題ができたんです。いやいやいや、愛情たっぷり育ててますよ。これでもかっていうぐらい愛情いっぱいやのに、しかもママ可愛いって質問したら黙ってたんですよ。うわ、子供って正直いいと思って、正直私がそれで決断したみたいなところもあるぐらいショックでした。ほら、ヨーグルトだよってあげる昨日プリンどうぞってあげてる。めちゃめちゃ良かったよね、初めて人助けができます。いや、本当にありがとうございます。ちなみに息子には、あの、蜂さんに刺されて痛いから触らんといてなって言ってました。あの術後あの、蜂さん近く追ってもパチンとかしたあかんで、ママみたいにって言って、そういう曲かわいいですね。できました。大成功です。作戦成功、大成功です。マイプレス式スレッド、めちゃめちゃいい治療なんで、皆さん来ていただいたらいいと思います。ありがとうございます。チャンネル登録してくださいね。でインスタフォローしたらみんな 5% オフで精通受けれるみたいです。でさっき先生に教えていただきました。こっちは肌をギュッとする方、こっちは肌をリフトアップ、ピュッと上げる方。なんか私みたいに糸リフトしたことある人とかしてる人は、もう引き上がってるんで、肌を引き締めるキュッとするタイトニングっていうのがおすすめらしくって、こっちは糸リフトとかはまだしてない、でもリフトアップはしたいっていう人にはこれを受けた後、このキュッてするのをダブルですると特に効き目があるとのことです。こういういろんな最新な機器全く痛くないらしいので、試されてみてはいかがでしょうか。ちょっとまた私も気になったら糸リフトと合わせて装備をこれから頑張っていこうかなってちょっと思ってます。美容外科ならマイプレイス、マイプレイス。
最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はマイプレイスビューティークリニックの南京介チャンネルとのコラボということで、先生のチャンネルにもたくさんいろんな動画アップされてますので、そちらもぜひ合わせてチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。